これが書き用だと。書き用ですよね。書き用ですよね。これ、こうやって縮みますよね。これも、ちょっと縮みますよね。これは、ちょっと。やはりあの腹部は脳に比べて血管が比較的太いので、あのそれに伴っていろんなこう変形をしたりとか、あとあのまあ基本的には病気になってこう破裂したりとかするんですけど、まあ その こうそこに至るまでの過程っていうのもやはり異なりますので、やはり場所場所によってやはりあの難しさっていうか、あのこう違ってたりするので、まあ、僕らはもう、高校3年生がピークで、そこで知識が止まっているので、もう実際彼女たちが、専門の話をし始めるとちんぷんかんぷんで分かりません。まあ、僕らも一生懸命今更ながら、あの物理の勉強をしながら、で大島先生の方もあの忙しい中でですね、こちらの動脈瘤に関した本とか論文を読んでいただいて、でやっぱりあの僕らに比べるとあの比較にならないぐらいお忙しい方なので、いや本当にあの感謝しています。はい、この2つをまあ、推定しないっていう意味は、このウイルスに入ってくる流量自体を、いやだから推定しないんでじゃなくってね、はい、あなたは前に出たようにオプティマイゼーションに非常に興味があると言ってたでしょ。だからある意味オプティマイゼーションですよ。6つある、だから理論的にはね、はい、だって今がっちり決まってるわけだよね、はい、で入ってくる量分かるよ。これでも厳しい感じがしましたね。そうですか。結構あのみんなやられてる感じが、いやそうですか。でもあんまりそんななんか、まあ、やっぱり学生見てるとこうあのそこら辺が整理つかないで、一緒にごちゃごちゃかんあのなっちゃってるようなところもあるので、あそういうのはちょっとあの説明してたつもりなんですけど、まあ、口がちょっときつかったかもしれない。なんでそんなこと考えるんだみたいなのかもしれない。ちょっと反省しない。いやいやそんな。